ブレシア県は、イタリア共和国ロンバルディア州に属する県の一つ。県とはブレシア。ブレシア県外略ズロンバルディア州の東部に所在する県で、東にベネト州及びトレンティーノアルトアディチェ州と境界を接する。県とブレシアは、 ベルガモの東南東約 46km、クレモナの北北東約 48km、ベローナの西北西約 61km、州都ミラノの東約 81km に位置する。ブレシア県の地域2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば、人口1万2000人以上の都市は以下の通り。ブレシア県北部、オーリオ川上流の山岳部は、 バルカモニカと呼ばれる。主要都市としては、ダルホ・ボアーリオテルメがある。ブレシアの北側地域は、バルトロンピアと呼ばれ、ルメッツァーネなどの都市がある。バルレトロンピアの東側には、バルレサッピア及びイドロコ地方が広がる。ブレシア県東部は、ガルダ湖に面しており、主要都市しては、デゼンツァーノ・デルガルダ、サロなどがある。ブレシア県西部には、イゼオコがある。イゼオコの南には、 フランチャコルタ地方が広がる。フランチャコルタ地方の都市としては、パラッツォロスローリオ。ブレシア県には206のコムーネが属する。主要なコムーネは、下表の通り。左端の数字は、ISTAT コードを示す。人口は2015年1月1日現在、21世紀に入って、以降、以下のコムーネ等配合が行われている。ブレシア県を、 創業地とする企業としては大手重機メーカーであるベレッタが有名である。県には世界遺産として以下がある。ありがとうございます。